ご覧いただきありがとうございますラスタリルです本日ご紹介するのはパラブーツアゼイになりますはい、えー、今週もパラブーツであまり注目されることの少ないモデルをご紹介していきたいと思いますはい、えー、こちらのアゼイは,はい、えー、このように、えー、外バレのキャップとストレートチップのデザインになっております このように内羽のスルーチップだったり外羽のプレントだと馴染みがありますが今回のタイプは少しマイナーかなとクロー人好みかなと思いますやはり内羽のスルーチップと比べてカジュアルな印象に仕上がっていましてかといってもそこまでカジュアルすぎないような雰囲気に仕上がっていますパラブルーズのシャンボード、えー 多く履かれているからこそ、えー、あえてアズエを選ぶという選択肢もありかなと思います、えー、あとはシャンボードではどうしても足にしっくりこないという方にもおすすめです、えー、こちらはシャンボードほどコ、えーンそこまで高く設計されていませんので、えー、比較的万人に合わせやすかったりもします、えー、このように、えー、丸みのあるフォルムでなおかつ、えー、ノルウィージャンのこのステッチですねいきなりのステッチを見ると どちらかというとやはりカジュアル用途がやや強いという感じでしょうかお色とデザイン的にはスーツでも合わせれなくもないですけどもジャケパンスタイルぐらいが一番しっくりくるかとは思いますであともう少し外貨に着目してみるとよくよく近づけるとこの通りトーキャップの箇所とあとサイドの切り返し箇所ですね が3連設置になっていますよく見るとこの吐き口のあたりも2連ステッチダブルステッチになっていて通常であればこの辺もシングルのことが多いんですけどもこのあたりもアゼの特徴的な一つかなと思います、はい、使用感を見ていきたいと思います当店での扱いは AB ランクとさせていただいております、はい、まずはつま先の方を見ていきますと ヘリは、えー、やや少し削れ気味かなというような感じです、えー、かかとはこのようになっていてまだまだ補強等の必要はないかなと思います、はいえー、ソールの底面を見ていきますと、えー、少し溝が消えている箇所ありますね、はい、ちょうどこの真ん中の部分ですねが、えー、少し削れ気味かなというような感じですただ、えー、オールソールするほどっていうわけではなくて、えー、まだまだ、えー、しっかりと履けるかなというような はい、やや使用感があるかなっていうようなぐらいですね細かい溝の方はちょっと、えー、なくなっていますが、えー、こちらのこの辺りですねの、えー、溝の段差はしっかりと残っています、はい、かかとのスレッドも、えー、少ない、えー、ようなお品です、えー、しっかりとジャストサイズで測れていたのかなと思います、えー、ライニングとは小さなシミと、えー、ございますけども、えー、中底は非常に綺麗な状態が保たれていますはい お写真の方でご確認していただければと思います、はい、アッパーも特に大きな傷等はないかなと思います、えー、小さな小傷とか、はい、こういう小傷とかは、えー、ありますけどもかかとの方とかですね、はい、こういった小さな小傷等はありますけども色付きのクリームを使えば、えー、隠せるようなレベルになっています、えー、当店では、えー、あえて傷の箇所を確認していただくために、えー、無色のクリームで仕上げております サイズ感に参りたいと思います。サイズは6となっております。ラストがウィリアム、アビニオンと同じということなので、この辺りお持ちの方はおおよそ同じサイズで問題ないかなと思っております。あとは他社で言うと、オールデンのバリーラストで6ハーフ D を履く方、7D を履く方でもいけなくもないですけども、少し寸詰まり気味になるかとは思います。 あとは、エドワードグリーンの202ラストで、6E を履いている方がおよそ適合するサイズとなります。その他、サイズ化に不安がございましたら、当店オンラインショップからお気軽にお問い合わせくださいませ。こちらはメンテナンス済みですので、到着後すぐ履いていただける状態でお送りいたします。はい、定価も実はシャンボードリも少し5000円ほどですかね、えー、お安いということもあって、当店でも少し。 同じ同ランクのシャンボードよりかは優しいお値段設定にさせていただいておりますこれからそろそろ気になってくる梅雨時期にも定番のリスレザーということになりますので雨天でもしっかり履いていただけるお品となります是非、はい、ともサイズが合いそうなお客様ご検討の方よろしくお願いいたします失礼いたします